さあ、そしてですね、今回盛り上げていただきました他の武将隊の皆様にもね、今一度こちらのステージに登場していただきたいなと思います。お呼びいたしましょう。まずは愛知戦国姫隊の皆さん、よーい、鮮やかでございます。美しいですね。ありがとうございます。 そしてグレートイエスコー青い武将隊の皆さん、よー、あ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 
名古屋を盛り上げていただきました。姫隊の皆さん、2日間いかがでしたか？はい、本人も濃密な2日間にござりました。皆様楽しかったですか？ね、もうみんなますます名古屋が好きになったことと思います。このね、みんなの大好きな名古屋をこれからもみんなで育ててまいりましょうな。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、そしてグレートイエスコア応援部長、田村さん、どうでしたか？いやー、我が息子ながら誠良き町を作ったなぁとしみじみ思った次第じゃな。はい、盛り上がりましたね。待て待て待て、次郎三郎よ、こっちを向け。あー、ごめんなさい、分かりづらいことを言うな。それはつまりわしが主の息子であるという意味か？違う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 。あれ、そういう感じなんですか？そうですね、いつもこう3枚目キャラのイメージがどうしてもあったのでね、で皆さん、はい、ね、そうですよね、はい、盛り上げていただきました。確かに大いに笑いという武器で盛り上げてくれた、ね、はい、アリアスさんじゃー、アリ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 、ありがとうございました。さあ、そして清洲城の大きらめきなしの皆さん、いかがでしたか？昨年は台風で中止だったが、今年は気持ちがいい天気だったな。そうですね、2日間良かったですね。この名古屋祭りというのは本当に名古屋出身の武将たち、ちなみにわし柴田勝家も名古屋市名東区の生まれじゃ。おー、覚えててくださるな。ありがとうさんじゃ。はい、ありがとうございました。そして服部半蔵忍者隊の皆さん、はい、2日間ありがとうございました。皆様寒くないですか？ちょっと体冷えてきましたかの。まだまだ名古屋祭り続きまするがゆえ、最後の最後の最後の最後まで楽しんでまいりましょう。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、さあ、ということでちょっとね、寒くなってきたという方もいらっしゃると思うので、もう最後はせっかくならもうみんなで踊ってしまおうという企画をご用意しております。まあ、やっぱり名古屋ならではの踊りで、最後はみんなで盛り上がってこの名古屋祭りを終えようということでですね、名古屋ならではの踊りといえば、そうです、先ほども演舞を披露していただきました日本ど真ん中祭り、ど祭りの皆さんにもお手伝いいただこうと思います。ど祭りの皆さん、よろしいですか？おー、準備は整っておりました。はい、どうぞステージの方にお越しください。お越しで迎えよう。さあ、最後はですね、ど祭りのストートコという踊りで、会場の皆さんと、そして武将隊の皆さんも一緒に踊ってまいりましょう。さあ、それではですね、みんなで踊れるようにちょっと軽く振り付け教えていただいていいですか？はい、かしこまりました。では今から皆さんと一緒にストートコという曲の振りをですね、2箇所覚えていただきたいなと思います。2箇所ほとんど繰り返しばかりですので、この2箇所踊れたらですね、ほぼパーフェクトです。では皆様、まず1箇所目、両手を大きく上に上げてください。両手を大きく上に、両手上げてください。そうです。そしてそのまんま両手を左右に、右左右左、 OK です。
で、これを4回右左右左と振ったら、今度ちょっと難しいです。閉じて閉じて閉じて開いて開いて、そして回す、はい、くるっと回して戻ってくる、はい、これを繰り返してやります。じゃあ一緒にいきますよ。はい、いきます。せーの、右左右左、閉じて開いて回す。さあ何か困惑の表情をもう一回だけいってみましょうか。いきます。せーの、右左右左、閉じて開いて回す。おお、さすがです。はい、会場の皆さん一緒にね、振り覚えてくださいましたか。さあ皆さんで盛り上がってまいりましょう。それでは参りますよ、ミュージックスタート。さあ最初からこれ入りますからね。いきますよ、最初から。さあ、みんなも手拍子じゃあ、はい、右左右左、閉じて開いて回す。右左右左、閉じて開いて回す。右左右左、閉じて開いて回す。ですが、信長様、今年の名古屋祭りも大成功という感じですね。おじゃな、ルシアの顔を見ればわかれば、何よりもルシアの顔が光って見える有安さんじゃ。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、そしてこれからもですね、名古屋から全国に元気、そして魅力を大いに発信していこうということで、最後は信長様、勝ち時を上げたいと思いますが、よろしいですか。この名古屋祭りを通して、名古屋の魅力と名古屋の元気を全国各地に届けられたこと、その目標が達成できたこと、大いに嬉しく思う。我ら全国の武将隊も常に己を磨き、また来年この場に戻ってまいる。わしも戻ってまいる。またわしと一緒にここで会おう。主らとわしの約束である。よいな、はい、勝ち時を上げてまいる。わしが合図をしたら、えいえいよと見たび続くのじゃ。名古屋を一つにするのじゃ。全身全霊の声を上げよ。声は出せるか、本当に出せるのか、本当に出せるじゃろ。あるぞ、名古屋とここに集まるし、南など明るい未来に向かって勝ち得しよ。それえい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 、ありがとうございました。第64回名古屋祭り、これにてフィナーレでございます。最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。武将隊の皆様も、そして江戸祭りに参加していただきました皆様も、そして会場にいらっしゃったお客様皆様、誠にありがとうございました。さあ、そしてまた来年です。今度は第60